皆さんこんにちは、まだぴよんです。今日はSHEINの購入品を紹介していきたいと思います。思い切って12点と爆買いをしてみて、全部可愛くって大当たりだったので、重要な商品をご紹介していきたいと思います。早速着ているこちらのハートセッターをご紹介していきます。こちらは1773円で、私は L サイズを購入してみました。可愛くないですか？もう今年めちゃめちゃトレンドで、このデザイン欲しいなと思ってたら破格で購入できたので、ラッキーって感じでした。オーバーサイズにしたこともあってか、本当にカジュアルな印象になるので、もうデニムで合わせて、ムートンブーツで合わせています。ムートンブーツもSHEINで購入して後でご紹介するんですけど、このコーデめっちゃ可愛くないですか？これからなんかそのバレンタインとかのイベントも控えてるので、誕生日イベントとかディズニーとか行く人にはぜひぜひ買ってほしい1枚です。ちょっとこの編み目が大きい分引っかかったりもするので、それだけ注意していただければ長く重宝できるアイテムなんじゃないかなと思います。ではサクサクと次の商品もご紹介していきます。はい、お次着てみました。めっちゃ可愛くないですか？これ着るだけで一気にいい女になるアウターは8141円と、ちょっとねSHEINさんにしてはお高い、アウターだったのと、あとは日本人のレビューのコメントが少なかったので、ちょっと届くまで不安だったんですけど、めっちゃ可愛いし高見えだし、なおかつあったかいです。毛足がすっごいサラッサラの肌触りのいいファーなのと、なんかこういう薄手のニットでも超あったかくって、冬にもってこいですし、デートにももってこいのアウターだなと思いました。で、全身はこんな感じでロングブーツで、もう本当にザ・デートコーデっていうコーディネートに仕上げております。ただ注意点は本当にボリュームのある、ファーなので、中はこういう薄手で、合わせていただいた方が全体のバランスはすごい綺麗に見えるんじゃないかなと思いました。あとは、こちらのスカートもSHEINさんで今回購入してみました。これは切り替えスカートというものを購入してみて、1322円とすごい破格で、生地大丈夫かなって心配だったんですけど、すっごいしっかりしてて安心しました。この年中履けそうな素材なのと、ニットとかアウターに擦れちゃっても毛玉にならなそうなスカートだったので、もう長く重宝できるスカートだなと思いました。で、この最大のポイントが、この太ももの切り替えが入っていることによって、太ももがめっちゃ着痩せ効果抜群なのがいいなと思いました。上にこういうボリュームのあるアウターを合わせるときは、下はこういう着痩せができるスカート合わせてあげるのがおすすめのコーディネートポイントです。ちょっとこれを着て出かけているときは、私はデートなんだなって皆さんに思っていただきたいほど勝負服になるコーディネートでした。お次の商品紹介していきます。はい、3体目のコーディネート着てみました。ちょっとさっきの綺麗めなコーディネートから一気にまた変わって、ちょっとラブリーで可愛い系なリボンのトップスを今回は紹介していきたいと思います。これも本当に今季どこのブランドさんも出してるところが多くって、気になっていたアイテムだったんですけど、上半身がすっごい可愛く見えるので、なんかカフェとか映えスポットにぜひ着ていきたい一枚だなと思いました。で、私の系統の最近の好みはラブリーすぎるのがあんまり、得意ではなかったので、全身はこんな感じで、基本はモノトーンでまとめて、ちょっとブーツで外したコーディネートにしてみました。先ほどからチラチラと匂わせているこちらのムートンブーツも買ってみました。可愛くないですか？これは3240円で L サイズを購入してみました。ちょっと大きめに履くのが私個人的に好きなので、まあ、L で全然良かったなという感想です。こういう厚底でショートブーツになっているタイプも欲しくって、探していたらちょうどドトモな形があったので、今回購入してみました。で、この下に合わせているルーズソックスなんですけど、これもSHEINさんで買いました。白と黒とグレーの3色が入っているルーズソックスで、これめちゃめちゃ良かったです。何が良かったかというと、こういう伸ばして履いてもいいし、クシュクシュっとルーズソックスみたいにもできる 2way タイプなので、お洋服とか靴に合わせてルーズソックスにしたいかもとか気分で選べるタイプなので、めちゃめちゃ良かったなと思いました。これビョーンだけちょっと気になりました。後でカットします。ではお次のコーデ紹介していきたいと思います。お次はくまちゃんがポイントのセーターを買ってみました。
これは2274円で、私は L サイズを買ったんですけど、本当に綺麗なジャストサイズで着れるサイズ感のセーターでした。すごい後半の方になってコンセプトを言い忘れてたなと思ったんですけど、今回は韓国のインスタグラマーさんの可愛かったコーディネートをシーンで再現してみたっていうテーマでやらせていただいてるんですけど、こういうクマとか猿とかイラストのセーターを着ているインスタグラマーさんが多くって、私もちょっと真似してみたいなと思って今回買ってみました。で、素材はすごいもちもちしてて、今下に何も着てない状態でそのまま1枚で着てるんですけど、1枚で着ててもすごいチクチクしないで、着心地のいい素材でめっちゃ気に入っています。で、このセーターにめっちゃ合わせたかったのがこちらのジャケットです。可愛くないですか。3879円で、私は XL で、もう本当におじいちゃんの着ちゃったぐらい大きいサイズ感で着たかったので XL にしました。ヴィンテージっぽいこのブラウンにチラッとクマさんを入れるコーディネートがしたかったのでやってみました。本当に可愛い。で、色味も暗すぎず明るすぎないブラウンなので、中に今回これから着るピンクのニット入れてもいいし、こういうデザイン系のニット入れてもいいので、かなり着回し力が効きそうな一枚だなと思いました。で、このデニムも買ったんですよね。スノーマッシュストレートジーンズで2415円で、私は L サイズを購入しました。これ本当に美脚に見えて、2000円でこのクオリティはさすがシーンさんだなと思いました。履いた感じ、このヒップ周りとウエストがやや緩かったんですよね。なので骨格ストレートさんはいつものサイズで着たらめちゃめちゃスタイル爆漏れするんですけど、逆に腰周りが華奢な骨格ウェーブさんはいつものサイズより下にしてあげた方がサイズ感はちょうどさそうだな、綺麗に見えそうだなって思います。ではこのままラストのコーディネート紹介していきたいと思います。はい、ラストのコーディネートです。ラストなのに髪型変えたかいって感じですよね。まずはこのリボンもシーンで購入したのでこの紹介します。これは201円で買って、韓国っぽいヘアアレンジした時に使えるなと思って買ってみました。からのこのニットです。これはふわふわニットセーターというもので、その名の通りすっごいふわふわで、見た目も可愛いですし、着た感じも着心地もすっごい良くて気に入ってます。全身はこんな感じで、ちょっとアイスブルーとピンクで春先取りのコーディネートでまとめてみました。今からでも使えるし、春でも使える、ちょっと長く使えるざっくりした色味のニットだなと思って気に入ってます。最後なんですけど、マフラーも購入してみました。これは972円でめっちゃ破格だったんですけど、すっごいふわふわであったかいマフラーです。ミルクチョコみたいな色合いがすっごい可愛くってお気に入りです。ちょっとこういうアウターに合わせてあげてもめっちゃトレンドっぽい、すごいおしゃれ感がアップして可愛いなと思います。私人生でマフラーを巻いてこなかった人生なんですけど、巻き方合ってますかね。これでちょっと詳しい人、コメントでやり方教えてください。はい、以上今日はシーン購入品12点を紹介してみました。いかがでしたでしょうか。今皆さん海外でお洋服買うときに気にしているトコジラミなんですけど、トコジラミは私は大丈夫でした。もし心配な方はちょっと玄関とかで開封してみるのをおすすめします。で、2024年1本目の動画だったんですけれども、今年も1年頑張って動画を投稿していくので、皆さんこれからも見ていただけたら嬉しいです。今年も1年よろしくお願いします。素敵な1年になりますように。バイバーイ。